ね。いい天気だ。ドローンに影響する風も今日はほとんどない。まさに絶好の路上パフォーマンス日和。考えていた新しい演出も試せそうだしね。早速準備に取り掛かろう。変な場所や変なミクや変なぬいぐるみが本当にあるわけ。つかさくん、大丈夫？頭痛くない？夢じゃないのかよ。どうなってるんだ一体。どうして俺がこんな目に。これは困ったね。本当の思いを思い出してもらうところじゃなさそうだ。帰る。俺は帰るぞ。そうだ、あのアンタイトルって曲を止めれば。ない、スマホがない。そんな、ああ、何でもするから早くここから出してくれ。頭がおかしくなりそうだ。つかさくん、何でもしてくれるの？じゃあワンダーステージで一緒にショーやってくれる？ああ、ここから出られるなら何でもしてやる。やったー。約束だよ。じゃあ一緒にスマホ探そう。つかさくんのスマホは、あったー。あそこの木に引っかかってるよ。本当か。よくわかったな。私目いいんだ。よい、ちょっと。はい、つかさくん、でかしたぞ。これでアンタイトルを止めればここともおさらばだ。あー、待ってよ。ここは、お、さっきのボロステージ。やった、戻ってきた。俺はあの悪夢から生還したぞ。すっごく楽しいところだったね。つかさくん、あれくらい楽しいショーを一緒に作っていこうね。任せろ。お、待て、なんで俺がお前とショーをやらなきゃならんのだ。え、だってつかさくん、返してくれたら何でもするって約束してくれたよね。言ったような言わなかったような。いや、あれは夢だったような。約束、
貴様、 MO 嬢様を誘拐するとはどういうつもりだ。はあ、誘拐？証拠はこの着ぐるみに内蔵されたカメラに残っている。まさかスマートフォンの光で目をくらませ逃走するとは。いや、決してそんなことは。というか、その着ぐるみ、カメラが入ってるのか。とぼけるな。命が惜しくなって戻ってきたんだろうが、許さんぞ。おお、苦しい、苦しい。急に何なんだ、誘拐とかお嬢様とか。お嬢様ってもしやこいつか。喧嘩しちゃダメだよ。司くんは一緒にショーをやってくれる大事なお友達だよ。このステージを笑顔でいっぱいにしてくれるんだ。だから仲良くしなくちゃダメ。来た。貴様、本当にここで MO 嬢様と一緒にショーをやるのか。いや、それはそのギロ、この着ぐるみの腕力、断ったら殺される。MO 嬢様とショーをやるのか聞いているんだ。はい、僕は M さんと一緒にショーをやります。本当だな。いい、誠心誠意頑張らせていただきます。やったやったやった。もはやこれは脅迫では。の中スターダムをのし上がるというのもストーリー性があるやもしれん。何事も前向きにだ。うん、やるからにはやるぞ。スターたる俺にふさわしいショーにしてみせる。キラキラでシャランラーなショーにしようね。そうと決まればまずはメンバーをもう少し集めるぞ。メンバー？俺たちと着ぐるみだけではまともなショーができるとは思えん。もっと役者がいなければな。そうだね、みんなでやった方が楽しいもんね。それじゃあ早速探しに行こう。とはいえそう簡単に見つかるわけはないんだが。司くん、見て見て、小さいロボットがいっぱいいる。ロボット？また意味不明な言葉。ん？なんだ、あれは。今日の彼らは特に上機嫌だ。なぜって？もちろんここでショーができるからさ。さあ、機械仕掛けの盟友たち、ショータイムの始まりだ。あれはなんだ。
人の周りでちっちゃいロボットがいっぱい動いてる。あるところに変わり者の錬金術師がいました。あれはドローンか。小型のロボットとドローンで勝負。飛んでる。彼は錬金術を使って自由に暮らしていましたが、その力のせいで町に住む人々から恐れられてもいました。そんなある日、町に旅の一座がやってきました。一座のショーを見た町の人々は皆笑顔になり、覗き見ていた錬金術師もまたそのショーに心を奪われました。錬金術師は思いました。僕もこんな風に素敵なショーをしてみたい。わかるわかる。あの踊るロボットやらドローンやらもとんでもないが、あいつかなりやるな。工場は緩急が効いてるし、身のこなしもいい。それに観客をロボットに感情移入させる巧みな演出。この演出はあいつが考えているのか。もしそうだとしたら、演出家として引き入れれば。錬金術師は旅の一座を真似てたくさんショーの練習をしました。そうしてある日、町の人々に自分のショーを見せました。すると、邪魔が入ってしまったね。この続きはまた次回にしようじゃないか。さて、錬金術師のショーは成功しただろうか。想像して待っていてくれたまえ。すみません、今の人ってここのキャストじゃ。続きいつ見られるのかな。町の人にショーを見せたらどうなったんだろう。おい、当初の目的を忘れてないか。俺にふさわしいショーを作るためにメンバーを集めてるんだぞ。しかし、あいつは良さそうだな。はあ、あの後園内をそこら中探したが、結局見つからず。人の話を理解しないモンスターに出会い、異世界に飛ばされ、怪力の着ぐるみに脅迫された。だったらどれだけ良かったことか。ああ、そうだ、この辺りでロボットを使って勝負してるやつを見たことはないか。いよいよとはなんだ。俺はいつも正気だ。なんだ、心当たりがいるのか。この話、詳しく聞かせてくれ。まったく、東大元暮らしとはこのことだ。まさか隣のクラスにいたとは。 A 組の天馬司だ。上白瑠衣はいるか。入れ違ったか。すまないが、上白の行きそうな場所を知らないか。もしくは伝言を頼んでも。
話を聞けば聞くほど相当な変わり者のようだな。仕方ない、もう少し探してみるとするか。中庭にも勾配にもいないとは。ここにもいなければさすがの俺もお手上げだ。はあ、しかし今時放課後に屋上にいるやつなんかカップルか変人くらいしか。いや、あれは。やあ、やっと来たんだね天馬くん。待っていたよ。僕に用があるんだろ。何？俺が探してたことをなんで知ってるんだ。君をずっと見ていたからさ。な、もしやお前は俺のファン。ファン？それは面白い発想だね。確かにファンかもしれないよ。君の頭の上を見てごらん。これはドローンか。もしかしてこれで俺を見ていたのか。ああ、そうだよ。学校中を動き回る君が面白くてね、つい観察してしまったよ。なんと、カメラやマイクまでついている。これは神代が作ったのか。ああ、そうだよ。すると、昨日のショーで使っていたロボットもか。おや、僕のショーを見ていたのかい。君もどうやら僕のファンのようだね。いいや、俺はお前を勧誘しに来た。勧誘？そうだ、単刀直入に言おう。神代瑠衣、この俺と共にショーをするぞ。君とショー？それはなかなか面白そうだね。そうだろう、そうだろう。よし、そうと決まれば早速今から。ショーを愛する者同士、それぞれ頑張ろうじゃないか。それじゃあ天馬くん、また会おう。迷子の学生を案内していたらもうこんな時間じゃないか。俺も学校に急がねば。諦めてしまうほどこの先たくさんの後悔が君を待ってるけどもうない迷いやまいな駆動でサンスクリット駆動系えぐり抜いたことを咲かせ咲かせ諦めてしまう。諦めてしまうほどこの先たくさんの後悔が君を待ってるけども
しき世界だけど答えを握ってる。諦めてしまうほどこの先たくさんの後悔が君を待ってるけどもうない迷いはしないよ。この傷も愛しく思えてしまうほど重ねてしまうよ。不格好なままでいいから今も歩幅で声と届かせてくれ。期待と不安も間違いだ決めて君と誰かどう見てもアリ成功だね。諦めてしまうほどこの繊細な愛さ終わりを越えてずっとパーティーを回り続けるメリーゴーランド世界はまだ大事にしなくては。レッド魔法使いのキャスト、ここからは任せたよ、M 君。はい、フルパワー。いつかみんないなくなること知ってる。期限切れのチケット俺を呼ぶ歓声が聞こえる。大丈夫、素晴らしいショーになる予感がするよ。ああ、俺もそう思っていた。ノイズばっか増える。素直に感動したいよ、ずっとそうだった。しっかり合わせてね。誰に言っている。任せろ。終わりを越えてずっとパーティーを回り続けるメリーゴーランド世界はまだ始まってすらいない。これだけ盛り上がっていて楽しくないはずがないよ。大丈夫だった。
今朝テレビを見ていたら急に春野菜の特集コーナーになってね、まったくひどい目にあったよ。この調子で行くぞ。素晴らしいショーになる予感がするよ。ああ、俺もそう思っていた。そうだね、この勢いは大事にしなくては。俺を呼ぶ歓声が聞こえる。大丈夫。ここからは任せたよ、エム君。みんなで作った最高のショーだ。さあ、
これだけ盛り上がっていて楽しくないはずがないよ。